はい、用土社営業部でございます。弊社会議室よりお送りしております。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回のご案内は2024年2月新刊のご紹介その1ということで6点の新刊をご紹介させていただきます。この動画が書店員の皆様や読者の皆様のお役に立てれば幸いです。それではよろしくお願いします。臨床研修で誰もが経験する悩み失敗を解決する一冊をご紹介します。研修医の羅針盤、現場の壁を乗り越える国試に出ない必須3スキル。本書は医学部での国試の勉強では学ぶ機会がないのに臨床研修では必須のスキル、コミュニケーション、臨床推論、意思決定について取得のポイントや活用法を紹介。各論の始めに研修医が遭遇する失敗、悩みを漫画で紹介する紙面構成。その後に失敗、悩みを解決するスキルなどについて解説が続きます。本書を読むことで国試と現場のギャップを埋めることができ、臨床研修に全力で取り込むことができます。本書の読者対象は臨床研修を始めて1年目、2年目の研修医ですが、これから研修医になる医学生にもおすすめしたい一冊。こちらは研修医棚や研修医フェアでの展開がおすすめです。大好評ドリルシリーズ最新刊をご紹介します。今回のテーマは小児薬、小児薬ドリル。本書は小児薬の知識を深め自信を持って使いこなせるようになる問題集。問題はよく出会う症例をベースにしています。3つに分かれた紙面構成。はじめにでは小児薬を使うための基礎知識、基礎編では150問以上の問題により選び方、使い方、禁忌など、実践編では状況に応じた治療戦略を組み立てる力が身につきます。小児では薬が必要か否かの判断についても学ぶことができ、さまざまな治療戦略を考える力を身につけることができます。著者の経験や文献のエビデンスも多々盛り込まれており、苦手意識をお持ちの先生方にぜひ読んでいただきたい内容となっております。こちらは小児科学棚や研修フェアでの展開がおすすめです。全身の正常構造と病変を網羅したアトラスがアップデートしました。正常画像と比べてわかる病理アトラス第3版。臨床病理はなんだか難しそうというか実際難しい。そう思うのは細胞のごくわずかな異変から疾患を推定する必要があるから。そもそもどちらが正常な病理像でどちらが病変なのか、そこからわからない。本書はそのようなお悩みを持つ方におすすめの一冊。署名の通り正常画像と病変画像を比べることができるので違いがよくわかります。
臓器組織のマクロ像を解説してからミクロ像にクローズアップしていくというスタイルなので、疾患のイメージを双方から捉えることができます。自分が今何を見ているのか、迷子になりません。本書はほとんどの項目が見開き2ページ完結。作品には英訳がついており、英語版のコンパクトサイズではありますが、読み応えバッチリです。こちらは病理学棚や研修医フェアでの展開をお願いします。リハビリテーションの効果的な手技が自信を持って選べる現場で役立つ定番書を2点ご紹介します。まずはこちら、脳神経系リハビリテーション第2版。脳神経系疾患のリハを幅広く解説した実践書が待望の改訂。疾患ごとに知識とリハプログラムの2部構成で分かりやすく解説します。今回の改訂のポイントは3つ。高次脳機能障害の項目を新設、画像の見方の解説をボリュームアップ、各種ガイドラインの改訂に対応。大幅ボリュームアップにより臨床経過に応じたリハの流れがよく分かり、現場ですぐに役立ちます。基本の写真をもとに実際のリハビリテーションをどのように進めていくかを豊富な写真やイラストでビジュアルに学ぶことができます。本書は脳卒中から神経難病、小児神経疾患、脊椎脊髄疾患、末梢神経疾患まで幅広い疾患について解説。臨床の現場で働くセラピストの方はもちろん、これから現場に出る学生さんにもおすすめです。こちらはリハビリテーション棚での展開がおすすめです。続いてはこちら、呼吸心臓リハビリテーション第3版。呼吸心臓リハが1冊にまとまった他に類を見ない公表書が9年ぶりの改訂。効果的な手技が自信を持って選べるようになる1冊です。疾患ごとに知識と手技を解説する大好評の構成はそのままに、ガイドラインに準じて最新の医療現場に合わせた内容にアップデート。豊富な図や画像で視覚的に理解ができる現場で即戦力となる実践書です。本書も先ほどご紹介した脳神経系リハビリテーション第2版と同様に、臨床の現場で働くセラピストの方やこれから現場に出る学生さんにもおすすめです。こちらもリハビリテーション棚での展開をお願いします。最後はレジデントノートのご案内。レジデントノート2024年3月号、心不全治療薬病態別のさじ加減。
本特集では血圧異常や腎機能障害の併存、高齢者、手術期など患者さんの病態や状況に合わせた心不全治療薬の選択・調整のポイントを解説していただきました。初期研修医が心不全患者を担当したときに押さえておくべきポイントや心不全治療薬を導入・継続するためのマネジメントなどが身につきます。今知りたい治療薬の最新知識や薬を長く効果的に続けるコツも学べる特集です。今回の特集、執筆を担うのはUnder40心不全ネットワークを中心に活躍する新進気鋭の若手循環器医の先生たち。研修医が知っておきたい心不全薬物治療の今が学べる特集です。こちらは雑誌棚や研修医棚での展開がおすすめです。はい、というわけで2024年2月新刊のご紹介その1でございました。今回ご案内した書籍は毎月月初にファックスにてお送りしておりますヨード社ニュースでもご紹介しております。注文書としてもお使いいただけます。ぜひご活用ください。概要欄にも書籍の情報を記載してあります。ご不明な点などございましたらヨード社営業部までご連絡ください。それでは全国の書店員の皆様からのご注文お待ちしております。この本欲しいという読者の方はお近くの書店へお問い合わせください。以上、ヨード社営業部でした。よろしければチャンネル登録・高評価の方もお願いします。ありがとうございました。